久米島町営中里野球場は沖縄県島尻郡久米島町の中里総合運動公園内にある野球場である。久米島町が運営管理を行っている。旧、中里村の中里村総合運動公園内に中里村営野球場として開設された。二千二年四月一日、中里村が牛川村と新設合併し、久米島町となったのに伴い、 現名賞となった。2004年秋にプロ野球に新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスが2005年の春季キャンプを久米島で実施することになった。ただ、当時、島内にはスタンド付きの野球場がなかったため、同年は中里球場を改修して使用することになった。改修にあたって、町に対し琉球銀行、日本トランスオーシャン航空、 久米島の久米線など県内在界からキー付近や野球練習用機材の寄贈があった。フィールドは当初両翼94メートル、中堅120メートルだったが、改修工事では両翼100メートル、中堅122メートルのプロ野球開催企画に拡張された。さらに内野の土を沖縄特有の赤土から黒土に入れ替えたほか、外野の芝の張り替え、 高級ネットの取り付けなどを行い1月27日に観光。2月1日から楽天が1軍、2軍合同の第1次キャンプを行った。しかし、中里野球場はもともと本格的な設備を有する施設ではなかったため、同年のキャンプ期間中には様々な問題点が明らかとなった。常設のバックスクリーンや常設のスコアボードがなく、プレイに支障がある上、 スタンドがないため観客席の収容数も400人程度と少なくロッカー等もないため選手の行為も隣接する体育館で行わざるを得ずさらに雨天時などに使用する屋内練習場久米島ホタルドームがある久米島町総合運動公園からは約1 3トルも離れておりその都度移動を余儀なくされたこのように 特にプロ一軍のキャンプを行う施設としては、著しく不便であることから、町は、今後も、楽天のキャンプを長期的に継続して支援するため、牛川地区の久米島運動公園内に新たに、野球場を建設することになった。2006年、久米島野球場のフィールド部分とメインスタンドが、完成したのに伴い楽天は、同年の春季キャンプを一軍、二軍に振り分けて実施、一軍は、 久米島野球場2群は中里野球場を使用した。今回の改修に際してバックスクリーンの代わりとなる緑色のシートをセンターに設置。ありがとうございます。